五月病予防。どうもじゃあ篠原です。今回はですね、五月病を予防して、まあ勉強を計画的にやっていくためのツールを紹介したいと思います。こちらですね、月間行動確認表ということで、まあこれ俺の生徒にまあ配ってるやつなんですけど、前のねニュースレターで送ったやつなんですが、まあそれを今回ね、動画でも紹介したいなと思います。でこれ何かっていうと、まあ自分のその勉強ですねが、例えばまあできたと思ったら丸をする、できてないと思ったらまあ×をするということで、まあ頑張ってやっていきましょうと、その自分の勉強を習慣化していきましょうっていうツールになります。で、これの何が五月病予防なのかってことなんですけど、4月まではですね、まあ受験勉強頑張ろうってまあ思うじゃないですか。で思ってまあやりだすんですよ。でグワーって頑張りだして、ゴールデンウィークとかになってふーってなって、うーってなるっていうのが、まあ大体のパターンなんです。これもうしょうがないんですよ。まあ人ってそんな最初は頑張るんです。特に受験生で落ちたと、去年落ちて浪人生になっちゃったっていう人だと、4月は頑張ると。だけど5月から頑張らない、まあそんなもんなんです人間。これはしょうがないなんだけれども、しょうがないで落ちていいのかってことなんですよ。このまま5、6、7、8、9、10、11度頑張らなかったら、まあ、間違いなく落ちますよ。間違いなく落ちるっていうのが、まあ受け入れるべき現実かというとそうじゃない。この5月でもう一回奮起するべきなんだけど気持ちが続かないっていう時に、まあこれをね書くことでモチベーション、つまり今俺はこれはできてる、これはできてない、でこれができてないっていうことは、これは週末にちょっとやっとかないとなとか、このゴールデンウィークのうちにちょっとやっとこうとか、まあそういう工夫ができるんですね。現状自分がどのぐらい気持ちが萎えてて、どこまではできてて、どっからできてないのかと、なんとなくざっくり全部できてないっていうんではなく、なんとなく、全体的にできてる気がするでもなく、これはできてる、これはできてないっていうのを把握するためのツールになりますというところですね。まあ俺ね、よく動画とかでも言ってるんですけど、人間メンタル萎えるのはもうしょうがないんですよ。もう気持ちが萎える、やる気が出ない、もうしょうがない、しょうがないんだけど、そういう自分の気持ちっていうのはブレが生じるのであれば、ブレが生じないもの、つまり自分ではないものに、そのメンタル維持というかモチベーション管理っていうのを委ねるべきなんですよね。で、そのための目標、まあそのためのツールの一つとしてこういう管理表だとか、あるいはまあ東大とかの写真を貼って、置くとかね、あるいはまあ文字で東大合格って書くとかもいいんですけど、東大合格って書くよりもその写真の方がいいんですけど、そういう写真とか貼るとかっていう風に、まあ自分以外のものに、その管理を委ねましょうと。まあだから俺の生徒には手帳を配ってたりだとか、まあ、してるわけなんですけど、まあ今回俺の生徒にまあこれ、プレゼントしたんで、まあ同じようにね、まあ皆さんもこれを使ってみてもらえたらなと思います。この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったら、これ、無料で、プレゼントでき、プレゼントというかまあダウンロードというかできるんで、まあ、同じようなものを自分で作ってもらってもいいと思います。別に俺の動画からダウンロードしなくてもいいと思うんで、作って自己管理してみてください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。